枯山水の庭実装院の石底実装院は、京都市左京区岩倉にある、天台集計単立の寺院。三号は、岩倉山。本尊は、不動明王。海山は、聖元、門跡寺院の一つである、岩倉実装院門跡とも呼ばれる。かつては、天台集寺、門派三門跡の一つであった。鎌倉時代の漢疑元年、世紀創上により、回帰された。 当初は、現在の京都市北区紫野にあったが、上京区今出川商船に移転する。その後、応仁の乱を逃れるため文明六年、恩城寺の別院、大雲寺に隣接する、達中聖魂合院の跡地である現在地に移転する。しかし、室町時代末期までに、多くの同社が戦火で消失した。江戸時代初期に、室町幕府将軍であった、足利義明の小木広と、 古市因子との子である、義尊が入事し、門主となっている。なお、弟の常尊は円満院門主であり、また母の因子は、木広没後に、御用税天皇の皇宮となって子を設け、後に、正午院門主同行方親王となったので、天台修治、門派三門脊はすべてこの兄弟が、門主に就任し、統括している。こういった関係で皇室との関係は深く、 また、江戸幕府将軍、徳川家光より援助を受けて、義村は実相院を再建していった。以後、当院の代々の住職は、皇室とつながりのある人物が務めた。本堂は、東山天皇の中宮の昭和期門院の如院御所を移築したもので、四足門、車寄せも御所より移築されたものである。幕末には、岩倉智美も一時ここに住んでおり、 当時の密談の記録などが残されている。明治時代になると、古市陰史が北岩倉に創建した日蓮宗の明石光寺を合併している。1五十二年、天台寺門隆史から独立する。庭園は、地仙海有識庭園と枯山水の石庭の二つがある。前者の池には森青ガイルが生息している。新緑や紅葉の季節には見どころとなっており、 特に部屋の黒い床に木々が反射する光景は床緑、床もみじと呼ばれ知られている。老朽化が進み、主な建物は多数のつっかえ棒が施されてようやく倒壊を免れているのが現状であり、修理のための資金集めが課題となっている。ありがとうございます。